はい、日付が変わりました。本日10月1日になりました。岡崎の主でいます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ、本日新イベント始まりました。10月1日新イベント、さあ最終決戦、リュウタ覚醒。リュウタがめっちゃかっこよくなってっけど、さあリュウタ最後の戦い、復活した支流に挑む、潜むか、支流に潜む、謎の勇気を見つけ出し悲しみの連鎖を終わらせろ。めっちゃ多いね。竜神ウォッチも登場。めっちゃ豪華。ただただ豪華。はい。で、久しぶりのウォッチですね。そして、うわー。シュー。うわー、シュー。暗黒蛇竜、シュー。やべー。超かっこいい。で、黒竜がいると。なるほどね。で、今回は横取り。ダメージアップ。黒竜には竜太。で、パズル。超強力。一部の新キャラの与えるダメージアップ。あー、ウィス総老師がいるとこれらのキャラクターのダメージがアップすると。なんでウィス総老師結構必要なんじゃない、これ。もしかすると。で、受けるダメージ、ダウンは、ダウンがウォッチなの、ダウンがウォッチなの、マジで。ウォッチないと倒しにくいってやつ、そういうこと。で、横取りの強さアップはナンダリオーマー、リュウイっていうのかな。で、四国州のレッドジェイで、まっすぐ進めばゴールにたどり着くけど、とても広くていろんなルートがあるよ。隠しルートもあるかも、探してみてね。何これ、何これ、新しくないこれ、ちょっと。さらに支流の体内にはシュウの記憶が漂っているよ。記憶を除いてシュウの過去のバトルを追体験しよう。だってなんか若干いつもと違うね。音、さあ追加されたキャラクター見てみましょう。ランクトリプルゼータ、竜神覚醒リュウタ。一瞬で数えきれないほどの妖怪プニ、自身の妖怪プニをつなげ普段より大きくなる。なるほどね。そしてダブルゼータ、暗黒蛇竜、シュウ。すべての妖怪プニを消しボーナス玉を作る、復活。そして黒竜、全消しデカプニを技ゲージを置く、指導効果をアップ、薄ら影指導効果。なるほど。そして、福利ユウ、復活が早いというか、なんというか、全妖怪プニを消し HP を回復、自身のデカプニを消すと HP が回復。強いかも、これ。うまく使える人は強いんだろうね。そして、ナンダリオーマー、リュウイ。全消し&デカプニの技ゲージを多く。自身の妖怪プニの代わりにボーナス玉が降ってくる。で、ウィス総老師。中央の妖怪プニ消し、さらにサボらせ。デカプニを消すと、そのデカプニが降ってくる。なるほど。吹雪姫もいて、四国州、レッド、マイティドッグ。で、ガシャか。トリプルゼータガシャかよ。マジか。そして、シュウもガシャ、マジか。で、これが黒竜がイベントマップで、こいつを倒してゲットね。で、ガシャ、ガシャ、お宝コンプリート。で、ガシャ、ガシャ、お宝コンプリート。ってことは、1、2、3、4、5、6、6体。6体です。6体です。確率アップだけ見ていこう。0.6。0.7、0.7、0.7、1.0、1.0 という形で、今回のキャラクター全部一応出現率アップということで、まあなるべく全キャラこれだったらコンプ目指してやっていこうかなと思います。さあイベントマップに移動していきましょう。よいしょ。炎竜、風竜、源竜の試練に続き、竜神帝の試練も乗り越え、見事竜太は勇気のドラゴンメダルを獲得。支流に潜む謎の妖気を探るため、現実世界へ戻るのだった。歌、竜太、ここはルボザイモン、竜神様とウィス総老師も、意識が戻ってよかった、突然倒れて驚いたぞ、心配かけてごめん、竜神様の試練を受けてて、無事に突破できたようだな、だがそれを喜んでる場合ではないのだ、何かあったのか、我々が精神世界にいる間に支流が襲来、マジか、何精神世界のいると何普通の現実世界も時間が経過してたの、なんだそれ。島長が病を押してみんなを率いているようだ、それなら俺たちも急がないと、待つのだ。イベントマップで倒した敵がお宝をゲットできる、なんだよ話が急に話が急に、はい、ありがとうございます。もうやっていく、もうありにする、もうしゃあない。今回のお話、すでに戻ったらすでに戦い始めていたって、なんか悲しいな。そうですか、そうですか。はい。はい、ということで、やっていきたいと思います。
さあということで6体、頑張っていきたいと思います。お願いします。 0.6% 全キャラいるよ。6体だよね。6体、1,2,3,4,5,6、 6体狙ってやっていきたいと思います。皆さんもガシャ頑張ってください。さあそれでは10連目、今回これ確率アップしてからコンプでもいいな。狙ってく。うわやばいよ。0000。今70連目多分。嘘でしょ。ようやく1体目。70連で1体。きつ。うん、知ってる。1%。はい。やーべって、ようやく1体だよ。80連目。いきたいと思います。80連目これはまさか。うわーきっつー。80連で今んとこ1体。90連目。いや虹もいないよ俺。うわーきっつー。キッズ、次これ100連目かな多分。ようやく来た。ようやく虹来た。2体目、ようやく2体目。マジかよ、ちょっとやばいって今回。100連で2体か。はい、Z ランクありがとうございます。いやーやばい、今回やばい俺。秘伝書ありがとう。100連で、2体。100連で2体。300連かかる計算だよ。はい、ここで赤カッツ。残念。やばい。120連目。秘伝書ありがとう。うわー、ぜひチャンネル登録高評価。この爆死の岡崎の主に皆さんどうか元気をください。あーやばいじゃない、やばいんじゃない、マジでやばいんじゃない。爆死に次ぐ爆死。140連目。うわー、あ3体目、ようやく来た。誰。おー、ここで来んのかい、ここで来んのかい。 0.6、 ここで来んのかい。ありがとう。ようやくなんかいい引き見せたけど、やべっすってマジで。あマイティドッグ多いな。レッド J か、どっちだこれ。レッド J か。いやーやべえな、やべえな。リュータゲットしたけど、あと3体。マイティドッグとシュート大間か。シュート大間。うわ秘伝書ナイス。
うわー、もうかぶってお前かい、ありがとうだけどお前かい。これ貫突案件だよね。ちょっと待って、貫突案件だよね。3体でしょ、3体。おちょっとちょっと待って、ごめん、あげる。なんかいるし、そしてなんかいたし、吹雪姫がいたし。吹雪姫がいたし。あれ。じゃあ、あとは。いや、シュート、オーマと、あ、違ったのか。あ、俺、マイティドッグだと思ってた。じゃあ、あとはシュート、オーマだけか。そういうことね。ちょっと、あげる。技あげます。引き続き、いきたいと思います。もう何年か分かってません。さあ、あと2体。シュート、オーマ。吹雪姫、1% 出るねー。遺伝子ありがとう。シュート、オーマ。お願いします。さあ、ぜひチャンネル登録、高評価、皆さんよろしくお願いします。うわー、吹雪姫がいっぱい出る。さあ、お願いします。確定が欲しい。確定欲しいけど、リュータも欲しい。あ、4つ、熱い。あー、違う、レッドジェイちゃう。あかん。あと2体出ない。そしてリュータもやっぱり出ないか。リュータも出ないか。トリプルゼータ貫突。はい、チャンス到来。はい、ありがとう。さあ、あと1体。さあ、どっちだ。確率は一緒。はい、シューありがとう。暗黒蛇竜シューゲットでございます。ありがとうございます。虚無の道に付き合うとどうなっても知らんぞ。俺は全てを壊すだけだ。めっちゃかっこいいな、おい。さあ、あと1体。でございます。遺伝書もナイス。あと1体。ナンダリューオーマ Z ランク。残ったのは Z ランク。お願いいたします。あかん。あと1体。遺伝書くれ。せめて。さあ、ナンダリューオーマ 0.7% だよね。ちょっときっちいかな。さすがにきっちいかな。いけるて。てか、リュータついでに出ちゃって。マジで。ついでに出ちゃって。あー、あかん。ついでに出て、3体貫突。3体出れば貫突確定や。さあ、残り100連。秘伝書出ないね。1個2個。かまいたち多いな。吹雪姫も多いな。いやー、今回これちょっと無理っぽいな。オーマゲットならないっぽい。ちくしょう。マジか。
オーマならんか。そしてレッドジェーム当てていく。オーマ、オーマ1点狙い。あー、吹雪姫秘伝書でね、秘伝書も欲しいのに。さあコンプなるか。秘伝書ナイス。はい残念、はい残念。重いタヌキタヌキくー。あと50連、あと50連です。お願いします。さあチャンス到来。2個。さあ終わりでしょう、終わるでしょう。行きたいと思います。はい終わり、ありがとう。あ一応コンプ、ありがとうございます。コンプリート、はいあざます。さあそしてそしてリュウタか、リュウタなのか。ここでここで引くのはリュウタ。違ったー。